だって普通にね、僕ここのエリア、そのさっきのお店ってね、はい、あれやってんですよ、スペースマーケット。スペースマーケット、はいはいはい。それは1時間で1000円取ってんですね。はい。でそれに入ってんですよ。はい。なのにここで運営する人は2500円とか3000円で1日使えるんですよ。おお。まあ7時オープン、6時から入って、はい、12時まで。じゃあ6時間で2500円で500円とか、ね、すごくないですか。ね、その代わりちゃんとルールを守ってねと。半額以下で通常よりやれるわけだから。そうそう、普通は1000円取ってるのをまあね、5時間で。スペースマーケットがいわゆるそのシェアするやつですよね。そう、まあ、土日結構空いてたりするんで、土曜の昼とか日曜の昼をスペースマーケット入れてるんですよ。場所貸し、いわゆる貸しオフィスとかそういう店舗とか。そうそうそう。あ、みんなね、誕生日会とかやってる。あ、誕生日会ね。キッチンがついてる。なるほどなるほどなるほど。とか送別会とか10人まで入れるんで、ここで誰かが料理作って、はい、会社の人たちでっていうのとか、友達同士、プロジェクターもあるんで、ええ、プロジェクターで映画映しながらとか、会議もやってますね。会議。なるほどね。ただ今接近しすぎだからね。あ、3密になっちゃいますからね。今のご時世はない。なるほど。借りたい。一旦休憩ですね、じゃあね。でも実はこれ日曜ずっと空いてるから、はい、こういう日曜にそういうのを入れればいいんじゃないですかね。そうそう、だからいろんなこと考えますね。まあね、なんか面白いことやらないとダメじゃないですか。いや、それこそさっきちょっとちらっと話しましたけど、うっちゃんもなんか地元でいろいろやって、なんかやってる、貸してますよね、店舗に。やってるやってる。そっから着想したんですか、逆？わかんない。あ、それもね、僕すごい尊敬してて、不動産をどんどん買い始めたのも彼女が、彼ら最初設計とかもやってたりしたけど、はいはい、自分の物件が一番楽しいでしょ、はい、みたいな、うん、これ好きにやって持ってる人いないじゃないですか、はいはいはい、で売り上げ上がったら自分だし、上がらなかったら自分だし、はい、でもお客さんの設計とか工事ってすごくよくできても文句言う人いっぱいいるし、はいはいはい、全然それでいいのができても売り上げ自分のものにはならない、変わらないじゃん、というのはまあ実は僕はね、先生と思ってるんですけど。なるほど。自分があったのは自分であったに戻ってくるから自分でやってるんですよ、はい、これ人にやってね、すごい時間かけてやって、なんか使いにくいとか、あ、ね、売り上げ上がんないとか言われても、うん、いやいや、それ経営の仕方が悪いのかも分かんないし、設計が本当に悪いから分かんないじゃないですか。そうですね。だから自分でやって、なんか自分でやる分は売り上げ上がらなければ自分のせいだし、上がれば自分のせいだしみたいな。もう新しい設計士の形なんですかね。そう、でも設計は趣味だから、やっぱり違うことやんないと給料払えないですよ。なるほど。もちろん不動産あるから今給料払えてるけど、今コロナ来てから工事は止まるし、新規はね、なかなか前向きにはいかないし、はい、融資が止まるじゃないですか。そうですね。だから僕逆に言うと、今こそやる時なんで、みんなこうね、うん、自己資金持ってる人は勝ちですよね。そうですね。今こうやって沈んでるから一番おいしいチャンスですね。チャンスチャンス。今そう、建設コストも下がってるんですか。いや、そんな変わらない。下がってはないけど、ま、けどやっぱり土地も下がり始めてるし、買える人が圧倒的に少ないから差し値が通る、通りますよね。差し値が通る、でうまく探してれば早く売りたい人のはいくらでも下がる。そうなんですよね。ちゃんと探してる、はい、それを毎日探してないから分かんないけど、毎回もう差し値入れながら、でも自己資金ある程度あれば、まあ、ある程度買えるあれがあるじゃないですか、はい、で、まあ、基本的にね、1000万とか入れますって言ったら銀行も貸してくれるし、うんうんうん、自己資金入れないでやろうとしてる時代はもう終わった、ね、終わったってことですね。だから買ってる人がこうやってみんな、賃貸だと今空室出るしとか、はい、今度コロナでね、家賃未払いがあるしっていうテレビ報道を見ながらチャンスだと思えるかどうかです。はい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 。今絶対チャンスなんで、まあ、みんなやる気が今ないから、今がチャンスだと思ってます。まだまだ下がってくると思う。まだまだ、じゃあまあね、先ほどの裏のあそこもそうですけど、買い足してって。ああ、そうそうそう。もうエリアはやっぱりドミナントで決めてるんですか。いや、僕は基本的に1時間以内って決めてて。1時間以内。自分の移動距離。はい、移動距離。で、なんでかというと、水漏れたなんかしたって言っても、はい、僕が行ける範囲でしか買わないって決めてます。なるほど。もう対応すぐで1時間以内でできるから。結構行けませんでも1時間だと。あ、だから都内全部、僕今遠いのだと板橋。高速は使わないんですね。あ、使っていい。使っていい。で、横浜とかも行けるんですか。ちょっと遠いな。自分の運転ね。1時間じゃ。
あどうなんか僕ね、足立とか練馬板橋に持ってるんですけど、あとは二極化があるから、はい、代々木に買い出しておくと。だからあのまあ足立とか練馬とか持ってる、板橋持ってるやつは、まあ、確かに利回りはいいけど、将来的に本当に今みたいに家賃がガンガン下がってきて、集中してきた時に代々木が良くなるから、今は外の方で儲けて、どこのタイミングで売ろうかなと思ってて、なるほど。でこれもここ買ったのもここ買ったのも結構売ったんですよ。でここ買った頭金作って、そうそうそう、で裏買う時も売ったんです。だから前持ってたマンション売って、はい、まあ、ここに事務所引っ越してきたりとか。なるほどなるほど、まあ、売却していく感じです。なるほどですね。では資産の入れ替えをしてるわけですね。そうそう、全部都心にやりながら、でも全部都心だと利回り悪いんで、どんなも利回り悪いんで、やっぱり足立区に持ってるやつの方が利回りがいいし、練馬区もいいし、あの板橋区も持ってるんですけど、全体的なその返済比率みたいなのはどれ何パーに収めるとか何かあるんですか？もう単体で、単体で考えてる、単体同士で、まあこれ利回りいいよねとか、これいつぐらい売ろうかなとか、でその売ったお金で都心買うとか、まあその兼ね合いで全体でどうかっていうので、確かにその代々木買うまでは利回り良かったんですよ、全体の。でもじゃあ何か起きたり家賃下がってきた時にどうするんだよってなって、まあ、代々木とか例えば神宮前買ったやつもそうですけど、神宮前なんかは再建築家で買ったんだけど、まあ、あれ一生その値段じゃないですか、はいはいはい、上がりもしないし下がりもしない価値はあるから、はい、で今民泊やってるとすごいですよ。っていう風になってくると、リスクヘッジになるわけですね。だから都心に買うことが、あの代々木公園なんかも5000万ぐらいのもの、代々木公園ね、はい、それがあのアパートの10室15室よりも利回りいいんですよ。はいはいはい、一戸建てが、一戸建てがねだから練馬に持ってる、まあ、練馬じゃないな、板橋で12部屋とかあるのより、はいはい、代々木の戸建ての方が稼ぐわけですね。ホテル、それはホテルにしたから、板橋ではできないわけですもんね。だからあそこの代々木公園があそこだからできるっていう、要は立地ってことですよね。立地でちっちゃいの買うか、地方ででっかいの買うかみたいなのを両方走らせてる、ね、なるほど。そこをうまくバランス取って、そうそう、でホテルがダメになったら結局家賃分ぐらいは代々木公園今稼いでるんですよ、コロナでね、でも賃貸でやってる板橋は賃料が普通に入ってくるから、なるほどなるほど、結局こうなりながらどっちも崩れないように、まあ、バランス取ってるわけですね。そうそうそう、うまく。だからここ3年ぐらいはもう都心がガーってホテル業を取り始めたんで、戸建てなのに10部屋以上設けるみたいな、はいはいはい、でもこうコロナでずってなって普通の家賃ぐらいになっちゃった時に、こっちの賃貸がまあ、上がるはしないね、普通だから。安定的に稼いでいるから。安定的に稼ぐ。なるほど。まあ別にそれで足元は揺るがないわけですね。そう、混ぜとけば。なるほど。これを全部都心に行ったり、全部ホテルにした人は結構やばいんじゃないですか、ね。そうでしょうね。分散してるから、確かになんか去年とか一昨年の見てるとすごいいいけど、まあその良かった分を投資してこっち買っちゃってるから、はいはいはい、あのいろいろこうね、あの神宮で入ったやつ、公園で入ったやつを全部集めてここを買ったりしてるから、まあ、ここが買えたっていうことはそういうホテルやったのが残ってる、一つの成果ですよね。賃貸のままだったら絶対ここは買えないんで、まあ、それってだからやっぱり長い期間かけながらちょっとずつ広げていってことですよね。一個一個打って買って打って買ってっていうのをやってるのをうまく使ってるか、これ非常に勉強になると思います皆さん。でもハードル高いでしょ、この再建築とかさ。いや、いきなり1棟目で飲食と絡めるとか。いや、これは新藤さんがね、設計士であっていろんなその法規制とか詳しい中でやるからね、まあ突っ込んでいけるんでしょうけど、いきなり素人がね、だからしたら、あのはっきり言って設計量を超えた作業をやってるんですよ。もうだって買う前から法規チェックして、ここが通ってできて、なんかはっきり言ってね、あの土地買う前に実は確認も出したんですよ。ちゃんと通るかやってみたんですよ。なるほどなるほど、本当に通るか、ね、試してみたい、はいはいはい、そしたらここがなんか憲兵オーバーだとかいろいろあるから、で計算して、全部計算して申請が降りるぞっていう時に買うんですよ。なるほど。でまた設計違うのをしてて、
結局その出したのはダミーなんですよ。お金かかりますからね、それはそれでね。ででそれはもう何倍もなるから自分でやってるけど、これお客さんやってくれても絶対やらないですよね。だってそれはそうですよ、大変だもん。自分のものだから魂込めてやれるわけですから、ね、そうそう。だから本当に今後多分ね、設計事務所のあり方は顧問契約みたいなんじゃないですか、ね、なるほど、コンサルみたいなことですよね。こんな感じで考えてるけどどうっていうのを、まあ、相談乗って、あ、これやったらこういう風に書いてじゃないとか、これやったらこれとこれとこれと法律調べたら立つんじゃないっていうのをやって、プラス設計料ってしないと。なるほど。そんな途中いろいろ聞かれて設計料だけって合わないですよね。だから多分資産これぐらいあって、今地方こんぐらい持ってて東京に入れ替えたいって言ったら、あ、こういうとこで一発やってみたらとか、これ打って一個こっち買ってみたら、でこれは再建築家だけどこういう風にしたらこうできるしとか、多分全体的なポートフォリオどうしようって相談だったら受けれるけど、なんかいきなりこれで設計料でこうだけど再建築不可で立ちますかとか言われても知らないよってか。いや、これでもね、これ見てる人相談来ちゃいますよ。これちなみにどれぐらいで受けてもらえるんですか。それはもう計算です。それはその人が将来どういう風にしたくてどんどん買い増したいのか、コミュニティ作って面白い世の中良くしたいのかとか、それに共感できたらやるけど、僕金儲けでやるのはあんまり面白くないと思ってるんですよ。顧問契約っていうと、だからもう死ぬまで生涯契約みたいな感じで、あ、まあ死ぬまでじゃなくてもいいんだけど、まあこういう風になりたいから何等か買っていこうと思うんだけど、どうやって探していいか分かんないし、その都度相談させてもらっていいかっていう風な感じが一番スムーズだから、僕らって極端に言うともう利回りどんだけ出たらその分ちょうだいよって言いたいぐらいなんですよ。そうですよね。だって単純にどんなん設計しても設計料一緒でしょ、おかしいですよね、うん、僕らは10年20年かけて儲かる仕組みをめちゃめちゃ考えて作ってるのに、それ以降は全部大家さんが儲かるわけで、だからまあ自分でやり始めたんだけど、そういうのが共有できたり、例えば街づくりとか世の中が良くなるってことに対しては設計したいけど、一個人が儲けたい人のお手伝いは、まあ相当金くれんならやるけど、そんな時間ないですよね。他にやることいっぱいありますからね。そうそう、結局面白いことやるんだったら時間は割けるんだけど、だから世の中に対して、例えばこのダイナーってこの飲食もそうだけど、はい、もうこれがもう本当に適面で、自分がこういう世界が来るといいだろうっていうので始めて、駐車場代3万5千円稼いだらいいやっていうので始めて、今やそれの倍どころじゃないな、家賃の 1.5 倍ぐらいになってるんですけど、でそれも飲食やりたいって子が、いや、まだサラリーマンやってるから飲食は作れないけど週1回だったらできますみたいな、でその子がだんだん繁盛してサラリーマン辞めれるっていう、そのためにやってる、で結果的にはめっちゃ儲かってるっていう、儲かるかどうかは後でついてくるんならやりたいんだけど、数字上いきなりこれで15万20万これ5坪しかないんですよ。あ、じゃあ3坪だ、3坪バーなんですよ。だって車1台分10平米車15平米ぐらいですか。3坪っていうと、ちょちょちょ、だから9平米じゃないですかね。9平米ですよね。 3.3 かける3、そんなんでやってるんですか、ね、車1台分なんで。本当はそのカーポート、そのカーポートみたいなところで 2×5 みたいなやってるわけです。2の 4.5 か、そうそうそう、もうちょっとね、そうね、3メーターの5メーター15平米、まあ、10平米か15平米ぐらい。うーん、だからこれなんかも結局最初から家賃15万取りたいって言われても、そのシェアで15万いきなり取れる、シェアってだって1人ずつ入っていくわけだから、満員になるまで時間かかるじゃないですか。前になったら倍になってるみたいなことを一緒にできるような人な、だったら重いけど、最初から15万取りたいですって言われたら、それちょっと難しいんじゃないかなとか、特にこうない世界だから。そうですよね。そこに行くまでのやっぱりホームページ作るのもお金かかるし、ね、いろんなステップがある、まあ、いろんなところでお金かかるんで、もうこれない世界ができたら面白いから、だから2階が宿泊ですよね。で1階がバーとコーヒーショップみたいな。海外からのお客様が多いですね。多い。
もうほとんど先ほどでも事務所に海外の方いらっしゃいましたよね。あ、フランス人の女の子、あそこの絵描いてもらった、絵撮ってきました。先ほどの絵描いたあのフランスの方なんですか。彼女が描いたんです。え、東京、あ、まず新宿っていうのはどういうものかっていうのを話し合って、でこういうのやろう、ああいうのやろうっていうので、まあ、彼女の中と僕の中で面白かったのが電柱ですよ。ちょっと見ましょう。電柱、あ、なるほど、地中化されてない電柱ですか。東京な感じじゃないですか。はい、結構これもあの、はいはい、これあれですよ、ドコモビルですよ。ドコモビルですね、はいはいはい。でこれがヨゼミです。ヨゼミ、はいはい。駅前ですか、代々木の駅前。そこから見える、はいはい。でこれは何だっけな、あ、この辺はあれだ、東京ガスの、あ、はい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 、これがあの文学層、あ、福都学院のでこの電柱があると、もうなんか電柱は東京だろうみたいな。なるほど、これ僕書いてくれ、東京の象徴として電柱があって、電柱書いてくれって言ったんです。なるほど。でここに新宿って書こうかとしてです。あ、新宿って感じで、でこう彼女がこう、この方はスカウトしたんですか、それとも最初に民泊で来たとかじゃないですか。いやいや、うちにリクルートで来てくれたんで、あの、まあ、絵いっぱい描いてたんで。もともとフランスから募集したわけじゃないですよね。日本に住まわれてて、日本に来てたんです。ワホリで来てたんです。ワーキングホリデー。なるほどね。でうちで、そうするとフランスからのお客さんにも対応できますもんね。そうそうそう、夢の途中。ずっとなんかプラモデルみたいなもんだ、ね、なるほどなるほどまあまあ大人のお金の規模は違いますけどね。大人のおもちゃも意味違ってきますけどね。大人のおもちゃです。いやでも本当車をいじってるみたいなもんの家バージョンだ、はいはい、分かります分かります。大人のおもちゃですよ。いや、大人のおもちゃが儲けれるっていうのは面白いじゃん。最高ですよね。車だと値段下がっちゃうけど、はい、これ値段上がって売れるしみたいな、まあ、だからアイデア一つじゃないかな、うん、この部分。